彼は明日、その公園へ行くだろう。という意味の文を習います。この文のように、今のことではなく、これからのことを言う文を、未来形の文、と言います。つまり、これから、未来形の文の作り方を習います。まず、現在形の文を書きます。He goes to the park every day. 彼は、毎日その公園へ行きます。現在形の文は、このように、習慣を表している場合が多いです。これを、行くだろう、という未来形の文にします。そのためには、動詞の前に、will という単語を入れます。He will go to the park tomorrow. となります。He will go to the park tomorrow. He will go to the park tomorrow. 彼は明日その公園へ行くだろう。です。この will の品詞は can や do、does、did と同じで助動詞です。助動詞のある文では動詞は原形にしないといけないという規則がありますので、この動詞は原形になって go となっています。will プラス動詞の原形と覚えてください。では、未来形の疑問文を紹介しましょう。なんとなく予想がつくのではないでしょうか。Will he go to the park? となるのです。Will he go to the park? Will he go to the park? 主語の前に will を出せばよいのです。彼は、その公園へ行くだろうか。という意味です。答えの文は、Yes, he will. はい、行くだろう。Yes, he will. No, he will not. No, he will not. いいえ、行かないだろう。となります。この、will と not の短縮形は、こうなります。発音は、won't となります。won't ではないので気をつけましょう。では、否定文。早速言います。He won't go to the park. 彼はその公園へ行かないだろう。He won't go to the park. He won't go to the park.難しくないですね。さて、ここで特別なポイントとなる文がありますので、紹介します。Will you open the window? この文は、そのまま解釈すると、あなたはその窓を開けるだろうか。と、ちょっとおかしな日本語になってしまいます。実は、この場合、つまり、あなたに対する未来形の文は、丁寧なお願いを表していると解釈してください。つまり、意味は、その窓を開けてくれませんか?と訳します。Will you open the window? Will you open the window? とてもよく出てくる言い方ですので、押さえておいてください。答えは、通常は、手話、いいですとも、となります。